まずはじめに、安倍晋三元首相の国王に接し、追悼の言葉を述べさせていただきたいと思います。東京大会の開催にも大変ご協力いただきました。安倍元首相のご尽力なくして大会開催は成し得なかったことです。ご生前の功績に忍び心からご冥福をお祈り申し上げます。東京に住んでのオリンピック、パラリンピック競技大会はちょうどオリンピックがあるから1年前の今日この国立競技場で開会式が開催されました。国立競技場の空をドローンの大群が彩り、聖火台に火が灯った瞬間を昨日のことのように思い出します。それから1年経ち、こうして遠征の国民が開催されることをとても嬉しいと思います。今日はお会いいただきましてありがとうございます。昨年の東京大会は史上初めて開催が1年延期されたうえに無観客という